さあ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 、お疲れ様でございます。あ、やべ、やっちった。いきなり、まあいいや、大丈夫だ、大丈夫だ。よいしょ。お疲れ様でございます、お疲れ様でございます。よいしょ。今、ただいま設定の方してるので、少々お待ちくださいね。はい。ということで、2枠目スタートなんですけど、今のところまだ多分誰も気づいてないと思うので、このままちょっと、みんな来るまで待ってましょうと。で、その間に、よいしょ。はい。よいしょ。はーい、お疲れ様です、お疲れ様です。はーい、いらっしゃった方、まだいるかな。はい。あ、来た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 。はい。はーい。画質の方を皆さん144に設定してくださいね。自動っていう風に今なってると思うんですけど、強制的に144にしてもらえればと思います。まあ深夜なんでね、皆さん無理せず寝ないで、寝てください。お付き合いください。はい、ということでじゃあ行きましょうか。準備良さそうだね。じゃあ行きましょう。ということでございまして、本日この方を招きしております。西村博之さんでございます。あ、画面出すのも、画面出すのが時間かかる、画面出すのが時間かかる。それいるのか。なんでやっぱり、けたたましい。ひじさんの返しの音も今聞こえてないんだよね。え、マジで俺の声聞こえない？あ、今帰ってきた。はいはいはい。なんか途切れ途切れだね、やっぱり。ああ。これ他の人、1回目に対して変わらない？はい。そっか。なんだろうね。うん。あ、結局だから。まあでもね、なんか、さっきよりはいい気もするけど、うん、YouTube の方は動いてるんだけどね、うん、今度ね、ヒゲさんの音声が僕、めちゃくちゃ悪かった。ハーフアウトの方の音来てない気がするんだけど。え、マジで？そんなことないでしょ？ちょっとヒゲさんが言ってること、今僕のとこ来てないっす。マジで？ちょっと一回カメラを、ちょっと一回。あれ？ちょっと設定知りたいから。ハングアウトの方の音は来てないかな？マジか。うん。そんなバカな、ちょっと。俺の設定が間違えている。うん、あれ？いや、俺言ってるな。言ってる言ってる。全然言ってる全然言ってる。本当に？うん。マジで？マジでマジで。だって普通にマイクの反応してるもん。一回じゃあ。来た。来た？あ、来た来た来た。あ、今大丈夫だ。うん。なんだろう、何やろ、まあいいや。うん。はい、じゃあ復活。はい。あ、間違えた。あ、でも今、あ、でもやっぱクルクルするな。ひろゆきの音ずれてる。ひげさんってひげ生えてないじゃん。うん。昨日に比べて半分以下のビットレートで今、配信を始めた上で、かつさらにそこから3分の1まで削りました。800です、今。800kbps でお送りしてます。ひげさんの体重が？だとしたら俺はもうちょっと痩せるべき。うん。はい。動けない。ヒゲさんってさ、でもさ、うん、なんか、周りはさ、なんか痩せた方がいいよ的なこと言うじゃん。うん、本人的にさ、うん、どっかに痩せた方がいいなっていうのは、うっすら思ってたりはするの？なんだろう。困ってないんだよね。うん。だってさ、例えばさ、まあ、すぐ暑くなって汗かくとかあるじゃん。うん。でも別にサウナだと、汗かきやすい方が気持ちいいし。あ、そうなの？だってやっぱ汗かくために行くわけじゃん。別にこれ汗かかなくても暑いところで暑いってなって水入ったら冷たいじゃないの。まあ、汗大事なの。やっぱね、こう、なんだろうな、排出してる感じは気持ちよくない？そうなんだ。汗がダラダラ出ること自体がいいの？なんかこうさ、こう肌をさ、汗がつ、ズボン変えてないです。角度です。すいません。なんだろう、汗を伝う感覚とかも結構そのなんか集中するからさ、そこら辺とかも心地よかったりするんだよね、スーっていう感じとか。でもヒゲさんよくなんか汚い体液垂れ流してるじゃん、いつも。もうね、口からボロボロボロってこう。うん。なんかいろんなところから油とか出てるしさ。ああ、出てる出てる。うん。もうだってテッカテカじゃないですか、ヒゲさん顔いつも。そうね。だからぶっちゃけ今、ちょっと厚めなんですよ、シャツ1枚ですけど。はいはいはい。でもさ、そういう時はどうすればいいかっていうと、冷房つけりゃいいわけじゃん。はい。うん。そしたらめっちゃ気持ちいいじゃん。
でもさ、あの、前にさ、その、ドルさんと僕とヒゲさんが3人でたまたま写真に写ってるっていうのがさ、もう結構前。あったね。あったね。あの時ヒゲさんだけさ、テッカテカだったじゃん。で、多分今撮っても、ヒゲさんだけテッカテカだと思うんだけど、うん、ヒゲさんなんでそんなにさ、油まみれなの？なんだろう。なんかそんな、素直な顔で言われてもちょっと、あの、やめてくれるかな。あの、なんだろう。いや、ほら、汗ってさ、大部分水分と、あとまあ、多少の塩分じゃん、うん、なんかさ、油多くね、しげさん。なんか、迷惑かけた違う違う。そう、なんか、その、うん、なんか、そこで油を生成する、その、なんか、工業製品かなんかなの、うん、なんか。多分だから、あの、あれだよ、俺にジョイっていうあの洗剤をピトって一滴つけたら、パウンって一枚皮がむしえ、なんかさ、その洗剤つけて顔洗った後にさ、例えばどれぐらいでさ、油、そのつき直すの？いや、でももうあれだよ。わかんないね、その油の人の。君多分、あれでしょ、あの洗顔とかしてさ、ちゃんと石鹸使ったりとか洗顔すると、なんか肌がさ、硬い感じをするでしょ、きっと。あんま僕あの、石鹸使わない派。そっかそっか。うん、俺、例えばそれを使ったとしても、次触った瞬間には、うん、もう肌が吸い付くもん。指がこう、吸って、うん。吸い付く。しっとり感がまだあるよ。はぁー。まあ別に。あ、もう何じゃあ、油のですね、表面削ってはまだ油の膜ありますみたいな、うん、そういう感じ多分。なんか二重構造みたいな。多分、だから君は日焼け弱いんだよ。バーニングマン行った時も。あ、確かに。ヒゲさん日焼けすごい強いよね。これ全くだって、あれじゃん、サンオイルじゃない、なんだっけ。日焼け止め？うん、あれ、うん。俺塗らなくてもあそこ生きていけたり。いや、あれだって塗らないと一日目でもう、腫れちゃって、って痛くて服着れなくなるもん。君はすごいよね。砂漠の真ん中ですよ、うん。人間あんなとこで暮らせるようにできてないわけですよ。だ基本みんなあの厚着をして直射日光当たらないようにするし、うん、その肌が出るところはサンオイルを塗ったりして、うん、その防御してるのに、ヒゲさん全裸でウロウロしてるじゃん。全然全然。あれでさすがにあのサンオイル塗ったら俺も火傷してたと思うわあれは。はあ、すごい直射日光だったし。え、ヒゲさんってさ、その日焼けしてさ、うん、なんか痛くなるとかなったことないの？いや、さすがにありますよ、子供の頃とか。もう、なんかお風呂入れないとかね、あ痛くて。はあ、水風呂じゃないと、もう痛みが止まんないとかってのは、1回か2回ぐらい経験ある。うん。あの時はね、1回か2回。サンオイル塗りすぎた。ああ、丈夫なの？多分そうじゃん。だって、君らサングラスも必須だったじゃん。そう、だって眩しいもん。全然。え、だって、ほら、地面すべて白い砂でさ、直射日光がずっと当たってたらさ、うん、全部その光が来るからさ、うんうん、目眩しくて痛くならない？目が眩しくて痛くなった記憶がない。おぉ。太陽をなんか見ると、わ、眩しいとかってなる瞬間あるよ。あれ？ヒゲさんってサングラス持ってる？サングラス持ってない。あ、持ってないの？うん、だって。え、そんなに、その横須賀はサングラスとか使わない文化なの？あの、ごめん。別にそのね、ネイビーの人たちも使ってるよ。ちゃんと。米軍の人たちもね。うん。うん。ないんじゃねえかな。え、ヒゲさんってサングラスは、その、顔が大きすぎて入らないの？大丈夫。そしたら、なんか、浜崎あゆみさんみたいな、すごいサングラスつけるから大丈夫ですよ。顔半分隠すんじゃねえかみたいな。聞いてる？西村くん。ねえ。聞いてないね。聞いてなかったね、うん、完全に。いや、一本落ちてた。ごめんごめん。なんか、面白くない。あと、まあ、俺、メガネかけてるから、もともとサングラスつける